静粛に、静粛に。おい、どうしてそんな高いところに座ってるんだ。そうだ、降りてこい。まずいつも通りに説明するが、今日は近況報告と次の行動方針を決める日だ。報告する必要はないだろう。毎回同じ、あちこち破壊するだけだ。そうだ、そういうちっぽけな破壊ばかり。私たちは律者だ。虫けらたちの醜い文明を破壊するんだろ。ああ、また喧嘩が始まった。夜に用事があるからもう失礼するよ。何かあったら後で伝えて。は、誰だあんた。知らないんだけど。今週、私たちは合計32基の発電所を破壊し、それにより20にも及ぶ都市に給電と交通トラブルをもたらした。ランドンさん、あなたの故郷も含まれているよ。喜ぶべきことでしょう。あなたは小さい頃からあの建物が嫌いだったから。人違いだよ。ランドンはここじゃない。向かいに座ってる。違うよ、ランドンは来てないよ。バルキリーに倒されたんだから。私たちの努力により11社の大企業が破産申請を提出した。その中にはアーサーの父親の会社も含まれている。さあ、アーサーの貢献に感謝を。ああ、父親が家族との時間を作ってくれないってよく文句を言ってたよな。もう会社に行かなくていいんだ。特に注目してほしいのが、私たちの引き起こした混乱が収まらないせいで2つの国で武力衝突が始まった点だ。このままだと内乱も早々にありそうだな。はあ、本当に私たちと関係があるの？何もしてなくてもいずれそうなってた気がするけど。まあ、そう言ってるんだ。ここは私たちの功績ということにしておこう。行動の途中でかなりの邪魔が入った。ちっ、忌々しいバルキリーどもめ。私たちは多くの仲間を失った。彼らは回収され、分解され、もう言いたくもない。だが彼らの努力は無駄じゃない。私たちは目標に向かって進んでる。みんなには現状を維持してもらい、今まで通り頑張ってもらいたい。
いつか私たちが世界を変えるんだ。今から次の戦略を。提案がある。私たちは断りの律者の力を手にした。このまま追撃して他の律者の力を奪い、裏切り者たちに教訓を与えるべきだ。そして木が熟したら、私たちを目の敵にするネゲントロピー、天命、それからヨルムンガンドに宣戦布告を。そうだ、私たちの凄さを見せてやらないと。ヨルムンガンド、どこの組織だ？初めて聞いた。バカだな、ヨルムンガンドも知らないのか。お前の脳みそ大丈夫かよ。反対する。私たちは断りの律者の力をまだ使いこなせていない。今まで通り世界各地でゲリラ戦を繰り返しながら、ゆっくりと力の扱い方を覚えるべきだ。そうだ、今の私たちでは装甲車も作れない。正面作戦で勝てるわけがない。臆病者め。そうすれば彼らに括弧撃破され、仲間の数が減り続けるだけだ。いいや、盲目的に攻めてもどうせ死ぬだけ。私たちが彼らに勝てないというのか。そうだな。どっちが勝つと思う？私も混ぜて、私も混ぜてよ。静粛に、静粛に。二人の意見はそれぞれ一理あるが、明確な目標を決めないといけない。だからいつも通り投票で決めるとしよう。総攻撃に賛成する者、挙手を。引き続き社会の秩序を乱すことに賛成する者、挙手を。ん？二回手を挙げた者がいる気がするな。まあいい、結果は出た。
私たちのこの先の計画は。引き続き、社会の秩序を乱すこと。はぁ、緊張した。臆病者め、静粛に静粛に。安心してくれ、過程はどうあれ最後の結果に変わりはない。私たちは世界の本質を暴いたまでだ。偽りの仮面を引き裂き、その最も純粋な部分をより多くの人たちに見せつけてやろう。私たちの勝利は変わらない。なぜならこの世界は変えられないからだ。そしてネゲントロピー、天命、ヨルムンガンドに関しては、美しいものが所詮ただの偽りにまみれた存在であると人類が気づいた時、私たちが手を出すまでもなく代償を支払わせようとするものが現れるだろう。以上、解散。人類、右側のブルゴーニュワインを奥へ押すんだ。おや、まだ何本目とは言ってないのにもう分かったのか。普通の人はワインの区別などできないと思ったが。見分ける必要なんてないわ。一番ホコリがついていないのがスイッチだから。鋭いな。どうやらお前もこちらの生活に慣れてきたようだ。
遅刻したのは私だ。仕方ないだろ。二つの事件現場が離れていた上に道路が封鎖されてたんだ。分かってくれ。そんなのはどうでもいい。結論を話してくれ。結論は何の進展もなし。二つの倉庫にはどちらも侵入の痕跡があり、荷物の破壊も事実だ。私たちの到着が遅かったからか、それとも相手が事前に準備していたのか。人形に関する手がかりはなかった。他の案件のように失踪者に関する報告も出ていない。律者によって引き起こされたものとはまだ断定できない。何かを見落としたか、もしくは今回の相手が今までとは違う可能性もある。追跡を続けるんだ。今回の事件は人形が関わっているだろう。それにこの個体は行動パターンが他のとは違って妙だ。回収する価値がある。わかった。そちらはどうだ。ヨルムンガンドの名義を勝手に使った密輸グループ、異常はないわ。全て処分しておいた。ジャッカルが奴らのことを気にしていたみたいだが。そう、特別なものは見当たらなかったけど、拙い模倣品と偽造品ばかり。彼女が興味を持つようなものはなかったわ。現場は封鎖してもらったから、気になるなら自分で行ってみたらどう。まあ今回は極端な手を使ったせいで、行ったとしても灰の中を探すことになるけど。伝えておく。君は渡りガラスと引き続き人形の行方を追い、持って帰ってきてくれ。生死問わずにだ。
端な手を使っただと？何考えてるんだお前は。奴らの手の内に何があるかわからないっていうのに怖くないのか？例えば何があるの？まあ、何があるかは私も想像できないが。さあ、水を飲め。ありがとう。ハイヘビが奴らに警告を与えるって言ってたし、ここにある物資を全て破壊しておきましょう。市街地から近いし、目立たないように行動した方が良さそうね。無意味な戦闘は避けましょう。ここが奴らの加工工場のようね。武器の模造品、薬物、これらが外に出回ったら厄介なことになるわ。子供にも手を出すというの？分からないで、傷つけたりしないから。あなたは僕を買いに来たんじゃないの？
違うわ。あの人たちに何かされた？彼らは僕を捕まえて僕を海底に売るとか、あと蛇の話も。手じゃないし、そのあなたを連れて行こうとも思っていないわ。あなたを誘拐した人たちを探してるの。彼らには代償を支払ってもらう。行って、外の奴らは私が何とかするから。行きたい場所に行って。奴らはもうあなたの元にやってこないわ。あなたはもう自由よ。でも行くところはないよ。死んじゃったし、僕のことを疫病神だっていうおじさんが嫌いだから逃げてきた。ここ数年はずっと一人で生きてきたんだ。捕まったのもここのものを盗んでこいって言った人に裏切られて売られたから。他に信頼できる人は？家族がいない上に聖魂が目覚めるなんて、きっとこの子も崩壊の被害者ね。天然聖魂の男性所有者、もしヨルムンガンドに連れ戻ったらきっとジャッカルの実験体になるわ。でもまだ助けられる。彼がここにいるのはただのアクシデント。ジャッカルは知らないし、ハイヘビの指令も私を試すようなものに見えない。どうしよう。もしこのまま放っておいたらきっとまた誰かの手に落ちてしまう。
この住所はわかる？わからない。でもどの辺にあるかはわかる。ここは私のことを信用できると思うならそこに行って、あなたの身元を説明したらきっと受け入れてもらえるから。もちろん私のことを信じないで自分で判断することもできる。それぐらいの警戒心が今のあなたには必要だから。それと首を隠して、その後を誰にも見せないように。怖がらないで、害はないけど、それを気に入らない人もいるから。信じることにする。ありがとう。礼はいらないわ。それにまずは自分の力でここから逃げ出さないと。あなたはどうするの？早く行って。なあ、ジャッカルのやつ、本当に研究のために灰を持って帰ってくると思うか？あいつならあり得るぞ。せっかくここに来たんだ。一杯どうだ？ウイスキーとか。お酒は飲まない。そう。じゃあノンアルコールは？
勝手にどうぞ。作れるならね。少し待っててくれ。ほら、ご注文のドリンクだ。ミルク？殺菌済みで無脂肪だ。バーに来た未成年者に飲ませるにはぴったしだろ。このバーをどう思う？かなり古いわね。でも。でも？雰囲気がある。オーナーのセンスがいいからでしょうね。きっと昔は人気店だったと思うわ。いい目をしてるな。おめ言葉として受け取っておくよ。このバーはあなたのお店なの？ああ、数年前のことだけどな。あの頃、私はヨルムンガンドを離れていた。それで滞在する場所が必要だったんだ。ヨルムンガンドを離れていた。何か任務でも？いや、任務じゃない。文字通り組織を抜けてたんだ。無論ちゃんとした手続きを踏んでな。なんだ、行ったことなかったか？うん。どうやら私たちにはもっと交流が必要なようだ。小さい頃から組織にいるんだと思ってた。ハイヘビがあなたを連れ帰ってきた時、あなたはまだ子供だったと聞いたわ。それは間違ってない。あいつは私をシベリアの凍土から連れ出し、私を蛇のために戦う戦士に育てた。だが私は好きになれなかった。理由はない。ただそこにいるべきじゃないと思ったんだ。だから大人になった私は組織を抜けて自由に生きたいと考えるようになった。その後は？ハイヘビは引き止めることなくあっさりと同意したよ。想像できないだろ？そんな簡単に？ああ、そんな簡単にだ。理由さえ聞かれなかった。その瞬間私はただの駒で、いてもいなくてもハイヘビは気にしないんだと思ったよ。まあ実際そうだったらよかったんだが、ハイヘビはただ一言最後にこう言ったんだ。戻ってくるさ、と。
たったわけね。そうだ。どうして？外の世界には何の違いもなく、中と同じひどいものだったからさ。最初はカフェを開くつもりだった。だが飲食店はそう簡単じゃない。それに私には料理の才能がなかった。代わりにバーを開いたら、組織のメンバーや情報屋の客が来るようになった。そのおかげで小娘だった私は知るはずもないことをたくさん知り、収入も増えた。傭兵としての生活はそこから始まったのね。それは別の話だ。機会があったらまた話そう。あの頃が懐かしい。ヨルムンガンドの幹部になってからは、ここの管理をする暇がなくなった。今はこうやってたまに戻ってくるだけだ。あなたが戻った理由は子供たちと関係がある。そうでしょ。憶測で物を言うな。外を一通り回った結果、ヨルムンガンドが一番気前がいいと気づいただけだ。だから戻った。中でも外でも同じ商売なんだ。だったら安定して多くもらえる方を選ぶ。そういうもんだろ。じゃあたくさん稼いだ今はヨルムンガンドを辞めてバーの経営を再開したら。お前の言う通り、それが最も正しいやり方かもしれない。だがそうできない時もある。私たちはそれぞれの理由があってヨルムンガンドに入った。そしてそれぞれの理由があって抜けられない。そうだろう。
何事も正しい方向に発展するとは限らない。私たちが歩んだ道も必ず正しい道とは限らない。しかし、正しいかどうかなんて関係あるか？選んだからには最後までやり遂げるしかない。ええ、そうかもしれない。そうだな、かもしれないってだけだ。それでも私は他の可能性を信じたい。いい終わりがあるのだと信じたい。そうか。大巨山の件は解決したと聞いた。キアナはうまくやった。律者の手から仲間を助けたとさ。当然よ。あの件はウサギの担当だが、あいつが現場に着いた時、律者はもういなかったそうだ。まあ、あいつのことはいい。とにかく、キアナの状態は悪くない。お前の努力は無駄じゃないさ。多分それがお前の言った他の可能性だな。まだ道は長いわ。どうだった？今度また一緒に来る機会があったら、特製カクテルを作ってやる。お酒は飲まないわ。じゃあ、ミルクを使った特製ドリンクだ。ここが報告書にあった3カ所目の倉庫だ。前の2カ所とあまり変わらないように見えるけど。確かにこの都市の倉庫はどれも同じ見た目だな。暴走した機械が中でパーティーしてるらしい。それを落ち着かせてくれ。
それと今回は建物を壊さないように頼む。出ないと説明が難しい。誰に？この辺のボスだ。私の古い友人でな。今日ここに来たのも彼女に確認したいことがあったからだ。人脈が広いのね。利益関係のな。情報を入手するにはまず相手にメリットを与えないといけない。例えば倉庫の心霊現象を解決するとか。わかった、もう行っていいわ。任せた。また後で落ち合おう。工場の機械が勝手に動いてる。これも支配の律者の力なの。ここに集中してるみたいです。
やあ、私に会いたくなったか？結構早かったわね。欲しい情報を入手したからな。お前は人様の倉庫を壊してないよな。私もできれば使いたくない。音が大きいしな。だがこの子はわがままなやつでな、へそを曲げられると厄介なことになる。これから人形の相手をするんだ。その時のためにも神の鍵を使ってご機嫌取りしないと。ご機嫌？ああ、紹介がまだだったな。第三の神の鍵、採血の鍵、常在七雷。その力の源は雷の律者と同じわがままな女の子だ。サンゴ島でフクロウがこの子を奪っただろ。あいつは最後まで神の鍵の低角出力を使えず、常在七雷はただの武器に過ぎなかった。なぜならこの子には機嫌というものがある。より正確に言うと、使用者との相性にこだわりがある。相性の悪い人が使うと力を発揮できないの？力だけでなく、出力、弾、性能、武器の形態さえも、異なる場所、異なる人が持つことで、この子は様々な姿を見せる。それに規律性はない。だから私はよく手入れをして交流するようにしている。幸い私は結構気に入られてるみたいだ。道理でずっと持ち歩いてるのね。常在七雷という名は、この子が設計された時すでに七つの姿が存在したことから付けられたらしい。ただ私も今までに四つしか見たことないから、本当かどうかは知らないがな。持ってみるか。雷の律者の力を持つ武器を
雷の律者が持つとどうなるか少し興味がある。というか結構お似合いだな。この子はお前を気に入ったようだ。雷の律者同士気が合うのかもしれない。確かに不思議な感じがする。そう言っただろ。昔この子が不機嫌な時に任務があってな、気づいたらスリングショットになってたんだ。おかげで私は怪我を負う羽目になるし大変だったよ。とにかくそういうのは二度とごめんだ。ところで、人形の情報は入手できたの？ああ、面白い情報が手に入った。ハイヘビが行動パターンが妙だと言ってたのを覚えてるか？その理由は、人形が単独行動じゃなかったからだ。複数の人形による同時犯行。いや、違う。そいつに協力する人間がいる。人間？次の現場は絞ってある。犯人は夜間にしか行動しない。夜までまだ時間があるから、それまで準備を進めるとしよう。付き合ってほしい場所があるんだ。ああ、クー、そんな遠くからよく私たちが分かったな。待たせてすまない。今までみんなの世話で大変だっただろ。ここの住み心地は悪くないか？うん、ベッドはふかふかだし、リビングは広いし、お風呂もちゃんとお湯が出るの。みんな喜んでたよ。ならよかった。
ここのカレーはメイのカレーほど美味しくない。ほう、会いたいのは私じゃなくてメイの方か。この浮気者め、怒るぞ。違う違う、先生にも会いたかったよ。子供たちに会っていかないか。あ、いいえ、外で待つわ。ごめんね、クーちゃん。用事があるから、今日はここまで。でも安心して、また来るから。欲しいものとかある？今度持ってくるわ。あ、ううん、いいの。メイが来てくれればそれだけで十分。メイに会えること自体が最高のプレゼントだから。じゃあ、約束ね。うん、約束。じゃあ今日は先生の相手をしてあげて。みんなに会いたすぎてここに来る途中セリフを考えてたくらいよ。うるさい。
待たせたな。退屈だったか？そんなことないけど、これがあなたの言ってた準備？私が仕事モードに入るための準備だ。いけないか？子供たちは元気だった？一日三食、食べ物に困ることはない。治療もケアも専門家がやってる。もう巣に閉じ込められてた子供じゃない。ここは綺麗ね。まるで崩壊が発生したことがない楽園みたい。あの子たちはそういう楽園で大きくなるべきだ。今度来た時は中に入るといい。みんな会いたがってたぞ。ああ、子供の話といえば、昨日男の子が紙を持ってここに来たらしい。悪い人に誘拐されて自力で逃げ出してきたと言ってた。首に変わった傷跡があるらしい。どうやら性根のようだ。へえ、性根を持つ男性、珍しいわね。誘拐された場所はお前が昨日行ってた任務地と同じエリアらしいぞ。それは奇遇ね。そうだな。何か思い当たる節は？いいえ。本当か？長身で頭に角があって、ここの住所が書かれた紙を渡した綺麗なお姉さんのことを見かけなかったか？いいえ。こいつは残念だ。彼女に会ってみたかったな。心に留めておくわ。じゃあ、ついでに伝言を頼もう。何かしら。ここは託児所じゃない。誰かで構わずここを紹介するな。今度そういうことがあったら金を取る。高くつくぞ。覚えておくわ。もし会うことがあったら伝えておく。
じゃあ頼むよ。お前、ここの警備はヨルムンガンドがしてるっていうのに大胆なことを考えるな。彼らがあなたの手のものだというのは分かってる。あなたは子供たちを危険な目に遭わせないでしょ。その通りだ。あの子はどうなるの？ああ、どうなるかは私もわからない。新しい身分はすでに用意した。おそらく比較的平和なところに送られて、信頼できる人のもとで暮らすだろう。その後はあの子次第だ。彼は運に恵まれてる。その運がずっと彼と共にあることを願おう。ええ、そうね。そろそろ行くとしよう。目的地は海の方だ。ここから少し距離がある。車で行こう。話の続きは車内で。刀は最乗れ。あなたの車。そうに決まってるだろ。免許は持ってるの？本気か？私は傭兵だ。車の免許どころか飛行機の免許だって持ってる。どうだ？感想を聞かせてくれ。もっと目立つ色の方が好きかと思ってた。実は赤が好きなんだが、残念ながら気に入ったものがなくてな。それに子供たちをドライブに連れて行くなら席は多い方がいいだろ。
結構綺麗ね。さあ、乗れ。どうかしたの？あのな、雷電家のお嬢様、私を運転手か何かだと思ってるのか？後ろに座ったらちゃんと話せないだろ。前に座れ。ああ、ごめんなさい。そ、それでいい。シートベルトを締めろよ。さっきの話の続きだけど、人形に協力する人間がいるの？ああ、配達員だ。奴は人形を箱に入れ、夜になると箱を倉庫横の路地に置くんだ。人形はそのまま出てきて、配管を通って倉庫に入る。大暴れした後、元の道から箱に戻って、朝になると配達員が回収する。なるほど。道理で街中を移動してるはずなのに発見できないわけだわ。現場は混乱してるでしょうし、誰も近くに置いてある箱のことなんて気にしないでしょうね。でも、どうしてそんなことをするの？さあ、そいつなりの理由があるのかもしれないし、操られているのかもしれない。もしくは単に狂ってるか。可能性が多すぎて、こればっかりは本人に聞くしかないな。じゃあ、どうやって次の現場を割り出したの？そこは人間関係のおかげだ。私たちは倉庫をいくつ調べたか覚えてるか？今日のも入れると三つね。そうだ。荷物を保管する三つの倉庫は全部人形に破壊された。その持ち主は悪評で有名な三つの組織のものだった。ちなみに、この都市は四つの勢力によってそのバランスが保たれている。あとはわかるな？そういうことね。でも、そういった倉庫は破壊してもらった方がいいんじゃないかしら？どうして人形は人間に利のあることをするの？もしかして。
もしかして被害者はみんなライバル勢力の仕業だと思ってる？ビンゴだ。衝突はもう起きた。昨晩のことだ。このままだといずれ一般人にも危害が及ぶ。だから次に人形は四つ目の倉庫に行くと判断したわけね。そうだ。でもそのまま手を引く可能性もあるわ。そしたら最後に残った組織が集中的に非難され、衝突はより激しくなる。確かにその通りだが、人形はそうしない。多対一の展開になったら、事態はかえって緩やかになる。はめられた組織は大変なことになるが、今より混乱することはない。人形はそれを望まない。奴らが望むのは混乱。互いを疑い、疑心暗鬼に陥らせ、暗闇に落とし込むような混乱だ。そういう状況になると、銃声一つだけで全てを壊せる。復讐ではないんだ。人形の目的は、具体的な誰かや組織に報復することじゃない。奴らはこの都市を丸ごと壊したいんだよ。だが奴らの計画は成功しない。今夜蹴りをつけてやるからな。そういえば、私の運転技術、悪くないだろ？昔の運転手の方が上手ね。手厳しいんだな。あの運転手にはよくしてもらったわ。あの頃のお父様は仕事に追われてて、めったに会えなかった。登校時と下校時は運転手が送ってくれた。学校にも友人と呼べる者はそういなかったわ。放課後はクラスメートと一緒に帰らなかったのか？ええ、校門を出る前から黒い車がそこに止まってるのが見えてたから。
それが原因で友達ができなかったんじゃないか？そうかもしれない。運転手もそれに気づいてたかも。でも仕方ないわ。それが彼の仕事だったから。だから、彼はよく車で話しかけてくれた。学校で何があったのかとか、お父様の仕事がどうなったとか。優しい人みたいだな。ええ。でも彼にお礼を言う機会は訪れなかった。何があった？彼は死んでしまった。超空死の崩壊のせいか。ええ。そうか。そう考えると、私によくしてくれた人たちは、いい結末を迎えた人がいないわね。あの運転手も、お父様も、先生も友達も。そう悲観的になるな。昨日、私に別の可能性の話をしたのは、どこのドイツだ？そうね。でも、可能性と呼べるものさえなくなったことがあるわ。プレイグジェムに関するヨルムンガンドの調査結果を読んだわ。すべてね。でも、そのいずれも収穫なし。そうだ。ありえない。虚数空間に落とされたとしても、律者コアは痕跡を残すものよ。急に消えるはずないわ。プレイグジェムはシーリンの一部。他人の手に渡すわけにはいかない。君は答えを知っているはずだ。いいえ、何か見落としてるのかも。あなたも気づいていない何かを。
女は死んだ。何ですって。君の探しているのがプレイグジェムじゃないのは知っている。彼女は虚数空間で生き延びることはできない。ヨルムンガンドも何も発見できなかった。希望はあるさ。渡りガラス、一つ質問していい？なんだ？少し失礼なことかもしれないから、答えたくなかったら答えなくていいから。ああ。お兄さんが生きてることを期待する？ハイヘビが教えたのか？自分で調べたわ。あなたがハイヘビに連れて行かれた時、彼はまだ死んでいなかった。目的地に着いた。夜までまだ時間がある。少し散歩に付き合え。シベリアには砂浜がない。あるのは真っ白な雪だけだ。兄は
こういう砂浜を一度も見たことがない。靴を脱いでみるか。波が足に触れる感覚はきっと悪くないと思うぞ。昔、どっちの方が裸足で長く雪の中に立ってられるか、兄と勝負したことがある。勝ったの？いや、少ししてすぐ降参した。でも、兄は10分間も立っていた。足の感覚がなくなって、私が背負って帰ったんだ。お兄さん、凍傷にならなかったの？凍傷になったさ。危うく足が動かなくなるところだった。兄は母にひどく怒られたよ。あなたを怒らなかったの？ああ。勝負を持ちかけたのは自分だって兄が言い出したからな。普段は私をいじめるくせに、いざという時には私を守るんだ。両親の前でも、狩りをする時でも、あの時だって。期待するかって聞いたな。するさ。当たり前だ。何度もシベリアに戻って兄を探した。情報屋に依頼を出したこともあった。兄があの夜に死んでいないことを、あの廃墟に埋められていないことを。いつか私の前に現れて、昔のようにナタと呼んで、サプライズだと言ってくれることを今でも期待してる。実は、目の前に兄が現れたことがあるんだ。え？あれはあの頃と同じ寒い冬で、バンクーバーにも雪が降ってた。私は車を運転して、取引先の人に会いに行く途中だった。信号を待ってたら、兄とそっくりな人が私の前を通ったんだ。子供の姿で？いや、子供じゃない。なんというか、兄が生きてたら、きっとあんな風になっているに違いないと、あの時はそう思ったんだ。頭が真っ白になって、何も考えられなかった。気がついたら彼は曲がり角に消えていた。私はすぐに車を降りて追いかけた。長いこと追いかけたが、私たちの距離は縮まることがなかった。
信号や人の流れのせいでな。私は彼をじっと見つめ、その後ろ姿を視界の中に留めようと必死になった。走る姿も人を避ける時の動きも記憶の中と同じだった。結局追いつくことはできなかった。嘘みたいだろ。私は北米でトップの傭兵、暗殺も追跡も得意なはずだ。だから気づいた。追いつけないのではない、追いつきたくないのだと。その気持ち、わかるわ。心のどこかで、あれは兄じゃないと、兄はすでに死んだんだと、あれは所詮過去の幻に過ぎないと知っている。でも私は認めたくなかった。藁にもすがりたい気持ちだった。だがそれを否定されるのも怖かった。追いつくのが怖かったんだ。振り返って人違いだと言われるのが怖かった。その後は？その後はよく覚えてない。多分あの信号の前に戻ったんだろう。きっと私のせいで渋滞を起こしてたし、取引先にも遅れただろう。でも今思い出すと、結果はどうでもよかった。あの日のことはまるで夢のようで、何の実感もない。私は今まで通りの生活を送り、バーを経営し、傭兵の仕事もする。命がけで金を稼いで。最後は夢を、島を買って、別荘を建てることを実現させた。私は長いことさすらっていたから、帰る家が欲しかったんだ。だがそれも過去の夢物語に過ぎない。残念ね。いいんだ、もう気にしてない。あの島が沈んだ時、今まで本当の意味で生きていなかったことに私はようやく気づけた。生きていなかった。ああ、兄が死ぬ前に私に言っていたこと。生き残るんだ。
ただそれだけを続けていた。生き残れんなた、生き残るんだ。それが呪いみたいで、私の行動すべてが生き残ることを目的としたものだった。しかし今の私にはわかる。たとえあの島が無事だったとしても、私は解放されない。自分がちゃんと生き残れているかどうかわからないから。ここ数年、この体にまだ命の温度があると私に思わせてくれるものは一つだけ。子供たちと一緒にいるとき、そう言ってたわね。ああ、自己満足とか焼け石に水とか言われても構わない。だが、それは私が思った唯一正しいこと。私があの呪いを克服した後もやり続けたいこと。素晴らしいことでもあるわ。そうだといいがな。海に来てるのにフードをかぶったままなんて暑くないの？そうだな、言われてみると確かに暑いな。知ってるか？過去の私は人前でフードや帽子をかぶったことがなかった。相手に失礼だと思ってたからな。しかし、なぜかいつも子供だと思われ、舐められた。ある日、私がフードを外し忘れたことがあったんだが、交渉が驚くほどうまくいったんだ。童顔だからだろう。とにかくそれ以来フードは外さなくなった。笑えばいい。もう二度と見せないがな。ライデン・メイ。はい。私たちはいずれ過去に別れを告げなければならない。
お前が言ったいい終わりも信じている。ある程度はな。ありがとう。礼を言ってどうする。お前が思う正しい道を歩めばいい。私も私が思う正しい道を歩くからな。ええ、もちろん。夜になったわ。行くとしよう。え、人類よ。私の着いたぞ。また同じような倉庫ね。これがここの特徴なのかもしれないな。そろそろ奴が現れる時間だ。セキュリティ機構も増えた気がするわ。おそらく他の倉庫の襲撃を聞いたからだろうな。それでもまだ目標はここに潜入すると思う。ああ、奴らの計画に影響はないだろう。支配の律者は目的を達成するために手段を選ばない。そのためには命すらも捨てるはずだ。私たちも行動を開始しよう。機構たちをなるべく避け、相手に悟られないように。
形はどうやって警備を交わしたの？私たちの知らない近道でもあるのかもしれないな。おい、もう少し気をつけろ。私に服従しなさい。制圧したわ。気づかれてないといいが。神の鍵の状態は？安心しろ、まさにご機嫌だ。箱から離れろ。誰？あんたたち妹に何する気だ？やめろ！妹に触れるな！やっと静かになった。殺してないだろうな。気絶させただけよ。彼の精神状態だと何も聞き出せないと思う。ひとまず縛っておきましょう。同意だな。
こいつ妹とか言ってたがどういうことだ。これが前に言ってた箱よね。人形がこの中に。ああ、梱包も変わってない。開けてみるか。気をつけて。今までの情報では人形に接触すると支配劇場という異空間に転送される可能性があるわ。大丈夫だ、ちゃんと用意はしてある。簡易電磁シールドだ。パワーはお前のものと比べ物にならないが、エネルギーの侵食を防ぐには十分使える。中に入ったら離れ離れになる可能性がある。単独行動の準備をして、離れたら合流するよう動こう。開けるぞ。え、ここが支配劇場。渡りガラスはいない。他の場所に転送されたか、それともここに入ってきてないか。子供が適当に置いたおもちゃみたいだわ。あら、これはこれは。予想外のお客さんだ。劇場へ。ようこそ支配劇場へ。人形。兄さんが全然呼んでくれないと思ったらトラブルが起きてたんだ。
してゆっくり話そうよ。まだここの案内もしてないでしょ。案内？そうだよ。せっかく来たんだし、ちゃんと見て回った方がいいでしょ。ライデン・メイさん。私の名前を知ってるのね。そう、あなたのことは知ってる。みんな知ってるよ。あなたは大事なお客さんなんだもん。さあ、見て回ろうよ。ここを好きになるかもしれないでしょ。歓迎するよ。私たちの一員になってもいい。来ないの？来ないなら先に行くよ。攻撃してこなかった。罠。ひとまず様子を見ましょう。みんなで作ったんだ。みんなって？友達だよ。みんな弱いからさ、団結してこの劇場で助け合ってるんだ。あらら、ごめんね。きっと誰かがうっかりここに落としたんだと思う。でも雷の律者の力があれば簡単に倒せるでしょ。いいえ、この程度の敵は力を使うまでもないわ。今度のおもちゃは少し数が多いね。早くしないと置いてっちゃうよ。心配ないわ。案内を続けて。律者なのに刀なんか使わないで、雷でやった方がかっこいいでしょ。おしまい？案内してくれるんでしょ？いい加減しらばっくれるのはやめたらどう？これらの傀儡は全部あなたが操ってるんでしょ？バレた？雷の律者のかっこいい姿を見てみたかったんだよ。人形は1回で3から5体の傀儡しか操れない。本体は戦闘力があまりないようね。
それにどうしてか私にリツちゃんの力を使わせようと執着してる。他に見て回りたい場所はある？あなたが言ったみんなのことを教えて。どうして私にその一員になってほしいの？みんな弱いから。みんな失敗を経験してこの世界に絶望したからだよ。まあ、今のあなたは強いよ。私たちとは違う。もっと早く会えてたら、当たり前のように招待できたのに。でも、今のあなたでも、この劇場に入る資格はあるよ。どうしてそう思うの？だって、あなたの心の中にはまだ絶望が消えてないでしょ？あなたの考えがわかるよ。ネゲントロピーも天命も彼女を救えない。誰かが立ち上がって状況を変えないと。そして、その誰かは、あなた自身。偉いね。でもここのみんなもあなたと同じ。現実の不公平と必死に戦った人。けど何ができるというの？問題を一つ解決したら、また次の問題が出てくる。過ちを一つ正したら、瞬く間に次の過ちが生まれる。結局、私たちは何も変えられない。いろんなことがあったよね。外にいる奴にはあったんでしょ？あなたたちに協力してた人間のこと？そう。数日前、あの男の妹は病気で亡くなった。あのただの偽善者は、妹のことを足手まといだとか言って一度も見舞いに来なかった。その妹、この私がどれだけ絶望したか想像できる？あなたは彼女が生きてた時に生まれた人形なのね。そうだよ。妹が亡くなって兄さんはようやくたった一人の家族の存在に気づいた。けどどれだけ後悔してももう間に合わない。でも、私がいる。だから、私は兄さんの前に現れた。
かないで。私はここにいるでしょ。そしたら兄さんは私の言いなりになった。行きたい場所に連れてってくれるようになった。まあ、兄さんのこともこの劇場に招待したかったけど、結局あなたたちの方が先に来ちゃった。あ、そうだ、ふと思いついたんだけど、私たちの仲間にならなくてもいいよ。別の方法であなたを助けられるから。あなたとキアナを普通の人間に戻す方法があるの。これまでにも似たような話を聞いたことがあるけど、どうするつもり？こうするんだよ。それは？これは断りの律者の力。あなたの友達からもらったんだよ。今までずっと病院にいたから、こんなものしか構築できないけどね。どういうこと？断りの律者とあなたの提案に何のつながりがあるの？まさか構築の力で私たちの体を作り直すとかじゃないでしょうね。違うよ。ちゃんと話を聞いて。要点は断りの律者じゃない。私たちはあなたたちの力を奪うことができるの。私と手をつないで力を込めてバチバチってなったら、あなたの力は私のものになる。あなたが雷の律者の力を私に渡してくれたら、その後は私が空の律者の力を奪ってきてあげる。そうしたらあなたも彼女も普通の暮らしに戻れて、もう崩壊に悩まされることもなくなる。
確かに悪くない提案だけど、キアナちゃんがあなたから力を奪い返さないという保証はあるの？力を奪い返す？ありえない。力を失った一般人が私たちに勝てるわけないでしょ。でもその理屈だと、空のリツちゃんの力を奪うのに私の力は別に必要ないようだけど。それなら先に彼女を普通の人間に戻してから雷のリツちゃんの力をあなたに渡すのはどうかしら。そうだけど、でも断りの律者の力だけじゃ勝てないかも。ええ、そうでしょうね。何が言いたいの？ごめんなさい。何があってもキアナちゃんがあなたに負けることはないと思ってるわ。だからあなたの提案には何の価値もない。理解してもらえるようにちょっと優しくしてやったのに。やっぱり乱暴なやり方が一番効率がいいみたい。これは私たちが十数時間かけて作ったものだよ。リツ社の力を使わないでいつまで持つか見てみようじゃない。次はこいつだ。このデカブツは難しかったよ。丸くて大きくて、こいつを設計した人の趣味がわからない。どうやらあなたたちはまだ断りのリツちゃんの力を完全に支配できてないよね。こんな時でもまだ私から何か聞き出そうとする気？悪い人だね。騙されないよ。
焦らないで、とっておきのお宝があるんだから。おや、トリガーを引くのが早すぎたか？何を言おうとしたんだ？どうせ聞く価値もない言葉よ。戻ったな。どうやら接触してきた人形を倒せば支配劇場とのつながりを立てるよね。ある種の保険ってところかしら。あの男の人はどうするの？そのままにしてここの担当者に任せよう。あんな奴に同情はいらない。さっき人形が断りの律者の力を使ったわ。私も見た。探りを入れてみるか。ええ、頼むわ。戦いの途中、人形は私に律者の力を使わせようとしたわ。奴らは律者コアなんて関係なしにその力を奪えるのかもしれない。そんなことができるのか？おそらく条件があるんでしょうけど、あの口ぶりからするとそれさえ満たせば奪うことができると思うわ。私が雷の律者の力を使わなかったから人形は力を奪えなかったんでしょうね。一つ推測があるんだけど。なんだ？黄泉の杖を覚えてる？効果は違うけど、この二つには共通点があると思うの。もう少し分かりやすく言ってくれないか？つまり、どちらも律者コアと虚数空間のつながりに干渉するのよ。こう考えましょう。律者コアは鍵、蛇口の栓、蛇口から流れ出るのは虚数空間のエネルギー。
黄泉の杖は乱暴な手段で水の流れを止める。そして人形はホースを使って水を自分たちの桶へと流してるの。そう言われてみると確かにそうだな。渡りガラス、この人形を持って先に帰ってもらえる？別に構わないが、お前はこれからどうするつもりだ？この目で確認しなきゃいけないことがあるの。